まあ、昨シーズンはチャレンジで見事最終戦はですね 3-0 で、まあ、勝利しまして、その勢いづいて、クロアチア選手権、そして西のサマーリーグ、まあ、先ほどありましたように西のサマーリーグは昨年度までのプレミアリーグのですねナンバーワンから4位ですか、1、2、3、4、ここで東レさんが一つ挙げて6位ですね。まあ、こういう厳しい中でも、まあ、宮下以下の選手たちで見事優勝することもできで、まあ、先ほどに重複する部分もあるんですけれども、まあ、クロアチアの中ではですね、まあ、宮下が先ほど昨年全日本で4ヶ月ほどちょっと故障をしてですね、まあ、今年はそういうことも踏まえて、まあ、監督と話をする中でチームで、体力強化あるいはいろいろなメンタルを含めた本人の良さをもう一度見直すという意味で頑張ったシーンでございます。その中でやはり体力があるうちはですね、昨年準優勝したJT さんもですね 3-0 で行くかなと思ったところで、まあ、少し息怠惰になってフルセットでマッチポイントをつかみながらも負けた、逃げ切られた。で今回そういうこともありまして、まあ、さらにスポーツをツールにしてですね、いろいろなことをやはり県を挙げてやっていこうという思いで、8月には昨年同様ですね、フィリピンのナショナルチーム、9月にはドミニカ共和国、あるいはブルガリア、でその前後には今年山陽ダービーといいまして、7月の西日本豪雨に見舞われた皆さんへの募金活動も含む前でですね、一つの新たな大会を設けて、超ハードスケジュールの中で、まあ、強化を含めた意味で頑張ってみました。まあ、そういうハードの中で、そしたらやりきればどこまでいろんな選手たちの力があるか、これを国体で試してみました。まあ、そういう中でやや私が期待していた部分のやはり、クエスチョンの部分が準決勝のですね最後の埼玉の、じゃなくて日立、茨城の日立ですね、ここのチームにしてフルセットの13対10でしたかね。でここで相手が本当に綺麗なドリブルをしたんですけれども、その選手の勢いによって流され17-19で、まあ、負け、最後も金田選手が頑張ったスパイクがビデオで見ていただいたらインだったのがアウトで、やっぱりこういうところにまだ思い切りの良さというのか、やはり自分の持ってる全てをですね出し切る、そういう人を動かす力っていうのが足りないっていう判断に私は至っております。だからあえていろいろな悪条件の中でやり抜く中と言いますのは、4ヶ月の長丁場でございます。でかつうちの選手たちは非常に若い選手たちが多くこう出場する機会があります。で一つの例なんですけれども、一昨年入れ替え戦にも内定で出たチャレンジリーグでは最優秀選手をもらった渡辺選手等はですね、クロアチアではほとんども出る機会も半減、活躍もしません。でサマーリーグもほとんど出ないです。で名前はここにいないんですけど、西村選手なんかもものすごくこう東流、大分県の東流高校から来まして、クロアチア、サマーリーグは大活躍。で国体の山形戦は本当に彼女が非常にいい形で、なんかみんなをこうお姉さん方をフル回転させたんですね。ところが準々決、準決、3位決定戦になると全くこうその勢いがですね半減する。これはまあ予想のつくことで、やはり
あの選手がですね、自分の年齢、キャリアですね、キャリアをきちっと理解せずして期待に走りすぎると、やはりそういうことは当然のごとくこう起こるものでございます。だからあの宮下も時々最近はよく例で話をするんだけれども、オリンピックに出る7年連続、7年かな、選出されたのも15、16、17、18、19、そうでしょう大丈夫っていうことで、あのいや宮下でさえオリンピックを経験し、そういう中のいろんな貯金っていうのはあるんですけれども、やはり今の自分がゲームをするわけです。今の自分ですから、あのキャリアがつけばつくほどいろいろな判断力も高まり、いろんな余裕も出てきます。でその中で自分を律しながら、さらにこう皆さんの喜んでいただけるような力、つまり感動、夢、そういうものを与えられるレベルに行こうと思うと、これは個々のやはり日頃の本当の頑張りっていうのが非常に大事になってきます。ですからそういう意味で、特にあのこの何日間ぐらいはめでたい今日激励会ですので、非常にあの自分たちの足らない足元をですね見つめながら、やはりゲームを見ていただく中で、結果は勝利に越したことはないんですけれども、やはり見ていただく方が、うん違うっていう、そういうものをですね、やはり今年はあの作り出したいな、そういう思いが非常にあの今までの流れの中で、期待をされればされるほどですね、本当の力を身につけなければいけないと言いますのも、本年度からですね、新リーグでありますけれども、ほとんどの方はご存知だと思います、あの外国人枠は1、今まで通りあります。で今度は東南アジア枠といいまして、ここにですね、あのすでに、上から行きますと上尾さん、富山の黒部さん、 PFU さん、東レさん、うちが育てたフィリピン の兄弟姉妹をですね、アゲオさんとフィリピンで、東レさんで分けてるんですね。だからこういうふうに非常にあの成績が昨年のやや下位のところが、やはり思い切ったルールの中であのやろうという意思が非常に感じます。で私どもはあえてそれに立ち向かうためにはですね、あの今こそ揺るがぬ思いで、要するに絆をですね力にやはり変えるべく、そういうスローガンでですね、あの人間の本来持っている一番強いものをですね作り出そうというふうに、あの今年はあの打ち出して頑張ってまいりますので、一つよろしくお願いいたします。今シーズンはトップリーグでの戦いとなります。私自身昨シーズン怪我をしてしまって、試合に出る機会というのは、ほとんどなかったんですけど、今季の開幕には、ベストな状態で試合に復帰できます。でその中でもやはりチームが苦しい状況とか、ここ 1,2 点が欲しい時に、私がコートに立ったら仲間を落ち着かせることができたり、強さを感じ強気にできるような、私自身の姿を見て、そういう姿勢になってもらえるように頑張っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。今シーズンも若手選手が多くいる中で、長くいる選手の一人として、チームの仲間が頑張りきれるような強さのあるプレーをしていきたいと思います。よろしくお願いします。今シーズンは昨年より厳しい戦いになると思うんですけど、しっかり強い覚悟を持って臨みたいと思います。よろしくお願いします。トップリーグということで、入れ替え戦での悔しい思いっていうのを忘れずに、そして自分に挑戦してやっていきたいと思います。よろしくお願いします。エースとしての自覚を持ち、自分の良さを忘れず、
仲間を生かす力強いプレーや気を発信して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。チームや応援してくださる方々の思いを感じながら、仲間を生かす思いというのを強く持ち、自分に挑戦していきます。よろしくお願いします。挑戦する姿勢を忘れません。その上で仲間の頑張りに応えられる選手になれるようにやっていきます。よろしくお願いします。攻撃に限らず守備の方でもチームに貢献できるように、そしてチームの輪を大切に頑張っていきます。よろしくお願いします。スローガンをもう一度改めて教えてください。はい、揺るがぬ思いで今こそ絆を力にっていうスローガンです。このスローガンに込めた思いを教えてください。はい、揺るがぬ思いっていうのはですね、岡山でにですね、国体のご縁で長くお世話になっておりますけれども、やはりその当時ですね、非常に今よりも悪い環境の中で、やはり選手もですね、例えば初代のキャプテンなんかはこう中学3年生からこうバレーボールを始めたとかね、神田選手なんかは高校からソフトボールを やり体があるので高校からバレーボールを始め、全日本までこう行きましたけれども、やはり彼女たちのベースにあったのは本当にどうですかね、自分が学習したことできること、やはりここをですね、やはり本当に自分を超えたやっぱ仲間を思いやる、あるいは応援してくださる方々へのやっぱ感謝を忘れずにですね、そういう思いが非常に強くて、そういうものがやはり我がチームが、奇跡的にですね、やはりこのあと2年でですね、20周年というめでたいクラブ誕生の節目を、大きい節目を迎えるんですけれども、これはうちのチームが全員忘れてはいけないこと。でもう一つはですね、やはり7月に起こった、もう岡山にしてはもう本当に晴天の霹靂と言われるぐらいの豪雨災害がありました。やはりこういう突然予期せぬですね、いろんなご不幸に見舞われた方々のやはり地域を挙げてですね頑張っている姿、そういうものがやはりチームプレーであるバレーボールを通してのやはり強い絆っていうのが、やはり地域の絆、あるいは人と人のですね、やはりどういうんですかね、利害を超えた本当真の結びつきだと思う。そこに本当の皆さんが誇れる、あるいは見習うべき力っていうものが生まれる、やっぱ素地があると思うんですね。そういうもの、その2点をですね、やはりうちのチームがやはり全員で共有すれば、もう来てる選手は各学校では中心の選手ですので、そういうことが十二分に生かされてきてます。一番いい例はこの間の世界選手権で9位だったドミニカ、これ他のチームがですね、うちが3セット取って1セット負けたんですかね。でこ のドミニカの代表の方がですね、監督、この2人の選手は監督が言うねで、どうぞ岡山に対して私はプレゼントします、つまりどうぞ雇っていただけませんかというオファーがあったんですけれども、ここによる面々がです、ノー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 、私たちがいるよという、そういうふうな使ったセットを取られたんですよね、ちょこっと。そうですか、ちょっと緊張してるのか、ありがとう、だそうです。そういうところへんがですね、やはりあるんですね。これともう一つはブルガリアチームなんかはこう中国にセットを取ってますよね。でよかったらやはり強かったと思います。で私は試合が始まる前、要するにドミニカブルガリアとやる前にですね、悪くて16、17、18、もうよかったらセットを取りますなっていうふうにミーティングでこう話してたんですね。バレーボールっていうのはよほど差がない限り10点前後で負けるいうことはまずないんですね。
で、20点に近づいたら、やはり選手たちがやるべきことをきちっとやれば、要するに絆がうまく絡み合えばですね、やはり何セットかっていうのは絶対取れるわけですね。まあ、長くやってますとそういうことが、まあ、分かるわけなので、ところが先ほど私の挨拶の中にあったように、キャリアのない選手っていうのはやはり自分になりがちなんですね。つまり若い人で、ベテランのキャリアのある選手っていうのはやはりキャリアっていうのはもう自分が暗記能力といった方がいいんですかね、そういうものが身についてるわけですから、うまく絡まなくてもある程度のプレーはできるんです。ですがうちの場合は若手が多く対応するので、絡まなければやはり本当にその若さの脆さを暴露するわけですね。だからこういう点も絆っていうことですね、非常に今シーズンはですね大切にしたいなと、そういう思いで、はい、掲げてました。そうですね、まあ、技術的な面ではやはりレシーブとつなぎっていうものの精度はすごく上がってるなっていうふうに感じていて、まあ、外から試合をや練習を見ていても感じるんですけど、今コートにこう復帰してやる中でもなかなかボールが落ちないっていうのが、まあ、すごくあるので、今までもやはりその粘りレシーブだったりつなぎの部分っていうのはうちの良さでもあったと思うんですけど、それがより確実性が出てきたりっていうものは感じてます。課題はたくさんあるんですけど、やはりこう技術的なものっていうよりもやはりその大事な場面でこう力を出し切れる、まあ、精神力の強さというか、そこを本当にやり抜けるかどうかっていうのが、まあ、大事になってくると思うので、まあ、そこの部分だと思います。やはり外国人選手であったりとか高さのある選手も多いので、一番はやはりブロックを止めることが点にもつながるんですけど、さっき山口選手も言ったようにうちの良さはレシーブだと思うので、こ うまくワンタッチを取ってリズムを作りながらこう相手にこう焦らすというか失点をさせるぐらいの粘り強いブロックとレシーブっていうものを意識してやっていきたいと思います。特にこの期間がやっぱり、ま、ずっと課題だったんですけど、やはりバックアタックっていうのをセッターとコンビを合わせながらやってきました。流れはどうでしょうか。やはりチャンスがある時はセッターとは合ってきてるんですけど、やはり細かいところではまだ合わないところがあるので、そこをもう少し修正してやっていきたいなっていうふうに思います。大事なところで上がってくると思うんですけど、そこでこう決めないといけないんですけど、変に力んだりすると私の持ち味っていうのが出ないと思うので、そこをこういろいろ判断しながらきちんと決めきれるスパイクっていうのを打って、チームに勢いをつけていきたいなっていうふうに思っています。外国人選手だけじゃなく相手チームはこっちが結構みんなディフェンス面のこととかを言ってるんですけど、まあ、ディフェンスで粘ることだったりとかもそうですし、しつこいこうブロックアウトとかリバウンドとか一発で同じリズムで攻撃してこなかったりすると、外国人選手含めどんどんこうミスも出てくると思うので、相手がやりにくいなと思うような空気をみんなで作っていくことが大事だと思います。最後さっき監督もお話しされたんですけど、最後にこう私が強気で攻めたとしてもやっぱり審判だったり不利に働いてしまう不利な状況に持ち込むのはやっぱり自分自身のそういう雰囲気だったり
まあ、表情だったりそういう部分っていうのは本当に大きく出てると思うので、自分のそういう感情だったり表情を顔を出さないというか、チーム全体にいい、まあ、さっき意気込みでも言ったんですけど、気を与えれるようなこう表情だったり雰囲気っていうのをもっと自分から発信していくようにしていきます。まずはやっぱりサーブキャッチを得意としているので、そこで安定感のあるキャッチで、やっぱりセッターが背が高いのでキャッチがネット際に帰ることによってやっぱりコンビも使えて1点につながるので、そこはキャッチの部分はもう確実にやっていきたいです。でやっぱり私読みを武器としているので、相手がどういうふうにして攻撃してくるのかっていうのをやっぱり先読みをして、それを先読みでこうボールに食らいついていく、そういう姿勢を強さとして伝えられるようにやっていきたいと思います。やはり流れを変えたり、そのいいリズムっていうのを作るためにその2枚替えだったら入るので、やっぱり私自身はセッターとしてその時の返球の高さ位置だったり、相手のブロッカーしっかり仲間のその日の調子とかそういう状況判断っていうのをしっかりして、的確な位置しっかり1点を取れるトスっていうのを上げていきたいと思います。今宇和神選手も言っていたように、二枚替えで入った時にこう空気を変えられるように、やっぱりまず目を合わせたりコミュニケーションをするっていうことが大事だと思うので、先輩に頼らず自分が今できることっていうのをやっぱり力まずにやっていきたいです。正直にですね、まあ話の中で伝えているつもりなんですけれども、やはりうちの場合は試合がこう始まって終わるまでにいかに相手にうまく対応しながら、今まで予期しなかった予測できないことをどのぐらい組み入れることができるのか、それによって相手の動揺を誘いながら勝ち抜く、やはりバレーボールっていうのが今うちの一番勝つためのミッションかなと。変則ですね。だからその変則を正確にこうやりにくためにはやはりマインドが非常に重要になってきますので、やっぱり自分にとらわれがちになっちゃうとどうしても自分の今までのこう癖が出やすくなるんですね。癖だからそこを超えるために、自分が飲み込むためにはやはり自分とよく向き合うというんですけれども、やっぱり向き合うだけではなかなかスポーツの場合は向き合って正解をしても相手が技量的にかなりいい状態で高ければ得点にはなりにくいわけですから、そういうことをもうやはりこう仲間がですね分かりながら、金田選手が自分の表情だとか空気だとかいう話をまあ言っておりましたけれども、その辺を本当に分かりながらうまくみんながこう強調できるようないい絆が仕上がっていき、そしたら宮下が言ったように力を相手が出しにくいんですね。この間のジップアリーナでブルガリアとやった時にですね、最初はブルガリアがバッと走るんだけれども、出てきた選手たちがおのおのがこう自分の武器をですねきちっと出していくと本当に相手がやりにくくなってましたね。で結構実力以上にうちが点差を開いて勝ってるんですね。負ける時の方がうちは接戦で負けてるわけですから、そういうところを本当に一人一人がですねやはり
仲間を信じながら自分ももちろん信じるんだけれども、その信じ合える部分をどのぐらい積み重ねていくかっていうのが大事で、今ずっと話をしてたらやや謙虚に自分のポジションがね、皆さんおそらく分かってない方もおられるのに、一向に自分はライトとミドルをやるもともとメダリストの山口ですとかね、こう言わないし、いや俺たちはよく分かってんだけど、やっぱり今日来てくださってる中には新しい記者の方、マスコミの方おられるので、それをいつ誰が言ってくれるのかなと思ったんですけれども、言ってくれないので、これは監督が殺した。ですから本当にうちの選手案外頭の方は、頭とハートは多分、これ多分ですけど、いいように回るチームだと思ってます。はい、ですからそこのところをにどのぐらいこう自分たちが自信を持ってやりきれるかですね。結局全部勝てないわけですから、はい、全部は絶対勝てないわけなんですから、やはりそこら辺のところを練習ではこうマイナスの部分はきちっと自覚を踏まえる上で指摘されるんだけれども、あまりにもこう言われすぎると、なんか自分があったかもそれができないようになっちゃう、あるいはチームがこういうところら辺が非常に難しいレベルなんですね。パニクる寸前までからダメなんですね。そこでその人の本質だとかチームの本当の力がやっぱ見え隠れするわけですから、その意図が分かってくださる方がここには今日はいなかったのかと言いますのは、長崎さんのドンっていうニックネームなんですけれども、ちょっとリベロってなんで一人だけ背の低い人が来てるのかなって、みんなそういう思いで、うちのリベロです。でえらい謙虚に今日はしてるので、やっぱり良くないのかな、これも一つの試合だと思って仕上げてください。目標はやはり頂点を狙いたいって思いはあります。あとはやはりこう私たちの戦う姿を見てこう応援してくださる皆さんやファンの皆さんが本当にこう成長したなっていうふうに感じてもらえるようなゲームを展開していきたいと思っています。